でも少しは強くなってんじゃない、こっちも。どうよ、そうでもないか。あんま変わらんか。たかが鉄カブと1個で変わらんか。いやでもね、レベル1上がってるからね。レベル1上がればまた全然違うでしょうよ、こっちも。ほら、ワンパンできるし、これ。ほら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 。ほらほらほら。いいじゃない。いいじゃないの。あと、マヌーサとメダパニーさえなんとか、気をつければ、いいんじゃないの。あ、4体でもきついよな。4体はきついよな、これ。容赦なしだよね。あ、でもここ一体落とせたのは大きい。一体を確実に落とす。オッケーオッケー、いいね。いいね。ギガは大丈夫。オッケーオッケー。いや、ほんとね、主人公がまだ死んでないっていうのがね、ついてます。328、いいじゃない。いいじゃないの、この経験値。ねえ。なかなかのもんよ。なかなかのもんですよ、これ。はい、キライプ。ライブ配信時間1時間半過ぎましたね。どっかきりいいとこで、一区切りつきたいけど、どうしようかな。よし。いやだからこいつら2人がね、圧倒的に強くなればいいんですよ。圧倒的にもう誰にも負けないぐらい強くなれば、うん、もうどんなやつ連れてったって負けるわけがないんだから。もう超高校級のね、ピッチャーを1人擁したチームみたいな、そういう感じだよね。もうプロ野球レベルのピッチャーが1人、田舎の公立高校にこう、一人だけいるみたいな。うわぁ、4体来ちゃった、これ。ピッチャーだけで勝つみたいな。どうよ、なかなかのもんじゃないですか。マヌーサ、一人かわした。いやワンパン、ちょっと待ってくれ。ワンパン、できないのか。あー、まずいぞこれ。混乱はダメなんだ。混乱はダメよこれ。混乱はダメよ。あぶねー。今のパターンでね、何気にやばいからね。混乱でね、マヌーサ食らうっていうパターン、これ一番ダメよ。オッケー、よし。さあ行こう。よし。現実師の4人パターンは本当にまずい。これはね、なかなかに厳しいよ。どうします？このレベル上げ作業ってさ、動画外でやった方がいいのか、配信外でやった方がいいのか、それともこの成長過程っていうのも一応ちゃんと皆さんにお届けした方がいいのか、どうなんでしょうね。 OK、 はい、これだけレベル上げましたみたいな感じでね、次回の配信で皆さんにお会いするという、そういうパターンか、このレベル上げ作業を1から10まで全部こう見てもらうかってとこだけど、どっちがいいのかな。あ、キャットバット、お前も仲間呼ぶんかい。本当に勝手に呼ぶからな、勝手に友達呼ぶからね。おい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 、うわこれやべえ、 MP 持ってかれるんだ、これはやばいぞ。これはやばいぞ。回復手段持ってかれちゃうな。そして仲間を呼ぶ。うーわ、これ。終わらない。これは、
終わらないぞこれ。永遠に続くやつ。ああ、わかった、終わったこれ。675。そりゃそうだよ、あれだけ苦労したんだ。マジかよ、マジかよこれ。やばくない、やばくない。ちょっとメタルスライムかまってる暇ないっすこれ。はい、かまってる暇はない。またこっち狙ってくんなお前、本当に俺だけでも助かりたい。はい、逃げるっていうね。なんかそういう気がしてましたなんかそういう気してました。あの、狙うと逃げるっていうこのね、謎の現象。構わないと逃げないというね。いやー、すごいんだよこれ。そう、さあちょっと回復しようか。ちょっとね、頻繁に宿屋来てるけどね。よしよし、行こう。よし、あと1回 MP なくなったら、ちょっといいね、今回配信ここまでにしようか。なんかコメント欄見る限りだと、ちょっと配信内でレベル上げてもいいのかなっていう気がするんですが、まあちょっと考えときましょうか。 OKOK。 おー、いいじゃんいいじゃん、2人で一体倒せた。しかもこの豪傑グマ一体で220だったらさ、美味しくない？結構結構美味しいよ。 OKOK。 熊狩りもいいな、熊狩りいいっすね。でもね、あれなんか強そうだよね、痛恨とか飛んできたらなんかやばそう。アントベアも逃げる。だからこいつほんと先に攻撃して倒しといた方がいいのかな、アントベア。オッケー、いいじゃん、よし。あ、間違えた間違えた間違えた、 A ボタン連打しちゃった。はい、オッケー、よし。さあ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 、クマさん出てこないかな、クマさん。このね、マッドオックスもね、なかなか嫌なんですよ。ギラ打ってくるし、なかなか嫌なんだけど。オッケー、だからこいつらをね、一撃で落とせるようになればかなりいいと思うんだよね。オッケー、よし。もうね、人さらいの剣についてはもう完全に忘れてしまっております。よーし、 OK。 OK、 いいね。よーし。いやでも相変わらずきついなこれ。キラーエイプのこの破壊力たるやなんたるやですよ。もうで逃げるでしょ、次逃げるよこれ。ほら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 、もうお前の行動はね、バレバレなんですよ。分かってんのよ、もう。もうね、予言者ですよ、完全に。予言してますから。超能力ですよ。よし、回復。来た、マッドックス。苦手だって言えばね、出てきますから。次から次へと。4体もなかなか厳しいよね。あの幻術師だっけ、あのブラスじいちゃんのやつ、あれもなかなかちょっとね、ワンパンで倒せるときと倒せないときがあるんだけど、これ意味わかんねえよな。なんでダメージによってダメージっていうか、なんかそのね、差が出てくんのかな、ムラが出てくんのかね、よくわからんよな、その辺は。オッケーオッケー。まあでもキラーエイプワンパンできるようになればかなりはかどるんだけどな。オッケー、255。うん、かなりはかどりますよこれ。オッケーオッケー。来た時よりやっぱ、まあ当たり目っちゃ当たり目だけど、確実には強くなってんじゃないですかこれ多分。はい、どうも白黒さん、こんばんは。キラーが来る、これが嫌だと。ワンパンで落とせない。
ぞ。やばいやばい、倒しきれるかな。もうここ勝負ですよ。殴り合いです。ギラが来る。うーわ、攻撃ばらけた。一枚もう知らねえよ。オッケー、あ、オッケー、よしよしよし。何気に今ちょっとね、やばい賭けだったね。うわー、これ敵出るよ、これ敵出るよ、これもう。ちょっと、あ、やべ、薬草ねえ。大丈夫大丈夫か。オッケーオッケーオッケー。うん、血の淵から蘇るサイヤ人ですよ、サイヤ人。よし、はい、今日一旦ここで終わろうかね。ちょっとね、白黒さん来たばっかだけど、一旦ここで終わろうか。勇者が死んだら、最初からやり直しです。はい、最初からやり直し。まあ、今後の構想もちょっと考えていかなきゃいかんからな。どうしようかな。ちょっといい？ちょっとセーブはしますけど。はい。OK。はい。で、ちょっと真面目にちょっとね、考えます。今後の構想、メンバーの構成。まずは、先ほどもね、ちょっと喋りましたけど、魔法使い僧侶を連れてきて、育成する。で、馴染みの塔って一番最初だったっけ？北の塔、ここから北の塔に行って、悟りの書を取ってくる。で、取ってきたら、その、メンバーの中の誰かを賢者にするっていうプランと、まあ、この二人プラス僧侶を、連れてきて、僧侶ま、遊び人か、を連れてきて、4人で、レベル上げして、どうだろう、遊び人を賢者にする、っていうプラン。あ、アベルさんどうもこんばんは。いらっしゃい。どうしようかね。か、この二人プラス遊び人を連れて三人でレベル上げ？三人でレベル上げしたら、主人公もまあそこそこまた一つ二つってレベル上がると思うんで、そこまで行ったら今度主人公と遊び人二人でレベル上げして、遊び人のレベル20を目指していくか。どうしたもんかね、これね。まあ、いろんなルートがあるんでしょうけども、どれがいいのかな。これだからね、その、構成、まあ、何なんだろう、この、ルート、どういうルートで、その、賢者を、作っていくか、育成していくかっていうところを考えたときに、選択間違えるとこれあっという間に全滅ってありそうだからね、これね。だから例えば主人公と遊び人2人のでのレベル上げのルートで行くと、まあ下手すりゃ全滅ってあるからね、これね。それとも4人で行って、もう地道にレベル上げ、レベル20到達まで、地道にやっていくか。いやー、でもなんだったらもうここで本当、賢者作りたいよね。賢者もう育成しちゃってさ、あとはもう転職しないで、レベル上げ、レベルね、自然と上がっていくっていう。いやー、難しいぜ、これ。難しいぜ。ああ、そうそうそう。遊びにレベル上がりやすいよね。そうだったよね。
まあ、ただもうこれ例えばね、後半まで進みましたってなってね、こっちもそこそこ強くなりました、だったらもう遊び人例えば死んじゃったとしても、もう一回遊び人じゃない、賢者が死んじゃったとしても、遊び人もう一回連れてきて2人でレベル上げすればすぐレベル20到達すると思うんですよ、後半までいけばね。うん、だからその辺に関しては問題ないと思うんだけど、いやーどうしようかな。ちょっと一回勇者と遊び人二人旅してみるか、一回。ダーマ周辺じゃなくて、もうちょっと緩いところでちょっとやってみますか。ね、遊び人いたっけか。遊び人作ったよね。どうだったっけ。見る。名簿を見る。はい。ああ、器用だね、器用。よし、器用連れていこうか。はい。加える。はい。器用。よし。で、器用の装備って誰持ってたっけ？主人公持ってた。あ、違う。主人公持ってたっけか。これは魔法使い用の装備だな。多分。最下は持って、最下じゃない。スタロンさんに持たせてたのが、あれかな？僧侶の装備かな？多分そうだよね。ちょっとね、じゃあ、聖なるナイフ。そう、確か僧侶に鎌持たせてた気がする、鎌。器用、よし。なんか、ラオウみたいでかっこいい名前だけどね。器用。オッケー。器用さん、お願いします。頼むぜ。しっかりやってくれよ。これで、最下を一回下げる。あ、ちょっと待って、待って。星フルーでは、こっち。よし、これで、オッケー。とりあえず、最下を預けといて、よし。とりあえず、この二人で行ってみよう。いやー、怖えな、これ。怖いよ、これ。でも、アッサラームだったらいけんじゃねえか。いや、でも、レベル1、起用はまずいか。レベル5ぐらいまでは別のとこで上げた方がいいかな。ロマリア行きます。はい、よし。とりあえずレベル5、6ぐらいまではちょっと頑張る。またそっち攻撃飛ぶね。 OK、倒せない、ワンパンで倒せない、よし。これまた主人公にもね、リスクがねちょっといってますから、怖いっすよこれ。 OK、 よし。まあこれによって主人公もね強くなるからね。はい、もう早々に宿で泊まりますけど、MP ないからね。よし。いや、これが軌道に乗れば、いやもうこのままもう賢者目指していっちゃいますよ、これ。器用の賢者をもう目指していっちゃいます。ポイズン等々毒いやだから先にこっち、ちょっと、倒そうか。人生縛りにおいてね、ちょっとね、毒がね、一番嫌だからまた、ちょっと、もう、寝るなよ、お前。おい、寝るんじゃねえよ、もう。
防御。危ねえなおい。敵に助けられたよね。敵勝手に逃げたから敵に助けられた、レベル3。はい、ちょっと頑張ってレベル上げて、とりあえず5ぐらいまで。よーし、魔法使いはやばくない？大丈夫？器用に飛んでくんじゃねえぞ。うわ、飛ぶな。おいおいおい。でもまあ5だから。あ、逃げた。魔法使いがね、こんな格好で必死にもう逃げますからね。裸足なんじゃない？魔法使い。大丈夫これ。石とか、足の裏に石とかめっちゃついてそうですけど。痛くないかな？大丈夫？ポイズントードが来る。さあ、ちょっとね、レベル3までは簡単に上がったけど、こっからはなんか上がらないな。とはいえ、ああ、毒なっちったけど、やばいかな。OK。これ、防御だったら HP 減らねえのか、毒状態って。どうなんだ。OK、レベルアップ。OK。毒消しはね、持ってないのよな。消し持ってないんですよ。はい、 OKOK。 あれ、教会どこだったっけ。こっちか。 OKOK。 教会で休みます。休むじゃねえや、毒の治療費用。これもね、誰が毒なってるかとかよくわからんよな。なんか毒マークとかついてるほしいんだけど。オッケー。よし。とりあえずレベル5まで上げようか。よし。さあ、起用。賢者になってくれよ。遊び人からのサクセスストーリーですよ。もうね、どうしようもなくてダメなやつほどね、出世することもあるからね。あー、また起用、またお前狙われるな。本当に素早くかわす。やばいやばい。回復。星フルーではこういう時役立ちますね、ほんと。ほぼほぼ先制取れるんで。オッケー。そっち行くね、行くね、ほんとに。やっぱり2番目までは結構攻撃飛ぶのかな。そういうことか。毒消しそう。オッケー、レベル5。よーし。さあ、レベル5なったけど、どうしようかな。どうしようかな。12時半。もう2時間になるし、終わりましょうか。終わろう。ちょっとダーマでセーブしようか。よし、ハローワークでセーブをする。いやー、レベル20になったこいつをね、絶対ね、連れてきますよ。ほんと。強い気持ちを持ってね。弱気だとダメだから。強い気持ちを持って、僕はドラクエ3をやっていきます。はい。ドラクエ3は遊びじゃねえんだよ。遊びじゃねえんだ。いや、遊びですね。はい、セーブして終わります。はい、おい、よっしゃ。じゃあとりあえず今回ここまでにしておきます。はい、遅れてね来てくださった方々、また
今回のこの配信ね、アーカイブカット編集入れて、何だったっけ、再生リストに入れておきますのでね、最初の方見てないなとか、なんか2人旅してるけど残り2人どうなったんだとか気になる方はね、何があったのか、再生リストにぶち込んでおいたカット編集した動画を見てもらえればなと思います。はい、よし、じゃあ今回ここまでにしておきましょうかね。そうしようかな。はい、ちょっと僕この後寝れなかったら雑談配信やりますんで、もしよかったらね、そちらの方も来ていただければなと思います。眠れなかったらね。はい、よし、じゃあそういうことで、じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。